guys! モンスタージョン TV! 始めました、モンスタージョン TV! 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあれだわ。インガズーズやっていきましょう。今回でございますけど、待ちに待ったジャンプでございます。証券読みやっていきたいなと思います。今回のジャンプこんな感じになっておりますね。もう表紙からしてめちゃめちゃかっこいいですね。呪術廻戦。アニメも始まって大盛り上がりということでね。なんか、あ、そっか。ハロウィンか。ハロウィン今年、何もしねえな。何もしねえな。なんか、やりたいですけどね。ちょっとまずは今、ダイエットの方が先決ということでね。こういう風に見るとね、雰囲気がもうそんな季節か、みたいな。そうするとそれが終われば、もうクリスマスか。もう一年終わるのかみたいな感じでね。一年が相変わらずあっという間ということでね。学生時代の時は、全然遅かった一年がね、大人になると早い。なんででしょうね。本当にみんな言うけどね、早いんだよね。さあさあ、ワンピースは3つ後ですね。3つ後、上の方、あ、これこの後、この後です。この後すぐ、あ、来ました、来ました。さあやっていきましょう。ワンピース993話、和の国の夢ということでね、扉絵は、あらららら、まだ続くね。ギャングベッチのオーマイファミリー、ゴッティ、ローラ、結婚ということで、おめでとうございます。おめでとうございます。ここが結婚しますか。早速ですね、早速。でもまあこう来るだろうなとは思ってたけども、これ長続きするぞ、これいいぞ、素晴らしいね。しかもさ、言うてよ、ローラのところね、あの海賊団みんなはこれで合体するわけでしょ。ベッジのところと、ベッジのところがまたこれで強くなるね、大きくなるね、面白いね。いやー、いいですね。しかもさ、これ孫がね、パウンドの上にいる感じがね、またパウンド嬉しいだろうね。もう最高じゃんこれ。パウンドめちゃくちゃ嬉しいだろうね。なんかやっと夢叶ったっていう感じですね。さあさあ、もう気分上々で入っていくワンピース、早速ページ目見ていきましょう。と、来ました、花の都。今日は楽しい火祭りだー。いいね、盛り上がってんね。なんだ、和の国で唯一栄えるこの花の都に住む人々も、おお、なんだこれ、笑顔の裏にまた、はあ、はあ、数の重圧と恐怖を抱えて生きていたと、こっちでも盛り上がっていくと。すげえじゃんこれ、めっちゃなんかおでんさんみたいな感じになってんじゃん。すげえすげえすげえ、これ熱いわ。キッズがなんかもっと走ってんね。おーおーおーおお、うわー、そっかそっかそっか。今だから和の国はオロチたちがいないですよ。誰もそういった敵側がいないから、この日だけはみんなで楽しめるっちゅうことやね。うわー、いいなー、なんか悲しいけどさ。うわー、すごいね。そしてこのなんか火やってるやつよ、これ気になりますね。なんかめっちゃホーキンスが作ってるやつみたいだよね。すごい似てるよね、術がこういう風にあったりとか。めちゃくちゃなんか似てるなーっていう感じしますけどもね。まあでも言うてそれがホーキンスのやつだっていうのは全然違うくて、なんかこういったのって前々からあるじゃないですか。似たようなところで言うとホールデムも元々は占い師みたいな格好でこんな感じだったからさ、なんかそっち系なのかなとも思いながら、まあホーキンスがなんでああいった和風のものを出しているのかっていうのも、和の国とのなんかつながりがあるのかなっていうふうにも思えたりするけどもね。例えばでございますけども、あいつ北出身じゃないですか。北出身っていうので侍がね、あのあっちの方になんかいるような感じがするんだね。なんていうか、もう一つの和の国があっちの方にありそうみたいな。んで世界にはそのサーフボードを持ったようなさ、あの侍とかもいたりするんで、どこかで和の文化に触れてでこれに至ったっていう風になれば、それはそれなのかなっていう風にも思えるけどもね。なんかどこであれを知れたのかっていうのが気になる。北とのつながりでそういう風になればね、あの一番ぽいのかななんて思ってるんですけど、ほーいほいほいほい、そういうことや、そういうことや。俺はよ、今まさに光月家の戦いが起きると踏んでる。彼らが世界中の武士を集めてきてよ、鬼ヶ島でオロチをキリ、カイドウをキリ、大暴れっていう風に言っているわけでございます。おいおい、言ったら今日は夢を口にしていい日だって言ってね、一緒にみんな酔ってね、喜んでるわけでございますけども、そういうことや。だから今言ったことよ、そういうことよ。マジで世界中にあると思うんだよね。なんで北出身の奴らがああ言ったね、和の文化あんのっていう。それ結構ひっくり返るくね、いろいろと。大丈夫かな。でも赤井が今さ、ここでなんか味方陣営に来るくらいなんか意味わからんからね、わかんないけど、でもなんかあると思うんだよね。世界中っていうところでは、例えば下月村もそうよ。下月村も和じゃないですか。まあ俺は来ると思うんですよ。前々から言ってるけど、
くると思うんですよ。これで他のところで世界に散っているようなね、レベリーにもなんかちょんまげの兄ちゃん参加したりするんで、まあそういったところからするといろんなところに散ってる侍たちが集まってくるっていう可能性はあるよね。いや面白いな、これは熱いね。いやしかもこれよ、あー水が美味しいね、なんて贅沢な日だっていう風に、なんかもう悲しいね。今日は誰も殺さねえ、最高の一日、またオロちゃん帰ってくるがっていう風にね、みんな喜んでやる、どんちゃん騒ぎだよ、すごいよ、歌え踊れ今日は楽しい日祭りだー言うて、もうね。でこっちは全然違う状況よね、もう大荒れ状態でございます。危ねえ、逃げろ、捕まるな、切られるなー言うて、みんな逃げていると、なんかすげえ鬼出てきたな、なんだこれ、めちゃくちゃやべえな、もう生えてるから、何鬼これ、なんだこれ、なんだありゃー言うて、やはり液災か、液災かクイーン、おー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 おお、ねえ助けて、寒い鬼になる、感染してる、各島への扉を閉ざせ、このフロアは終わりだ、俺の最高傑作だ、エキサイト弾、氷より、氷より、氷よりすごいの出てきたね。なんかパッと見た感じはね、インペルダウンの囚人みたいな感じだけど、やつら別に角生えてねえから関係ねえやんな。わ、すげえな、氷より。でも あれちゃっかりなんかまあ当たるも何もだけどね、クイーンが撃った弾何なのかっていう話なんだけども、まあエキサイト弾なのか、マムの時にね、ジェルマに使った弾なのかっていうところでは、まあ二つに一つでしっかりと立っていったと。あとまあ回廊石か、回廊石か、マムの時に使った謎の弾か、あとはエキサイト弾ね、一応その三つの一つが当たってきましたよ。はいね、そしてこちらの戦いが起きている、覚悟しろ、うほっ、なんだこれ、ゴリラ履いてるやんこいつ、めっちゃゴリラ履いてるやん、やべえな、バルジモアから回収してきたのかな、あのゴリラの海軍の兄ちゃんゴリラ大佐回収してきたのかな、そのまま腕にドッキングみたいな感じなのかな、ブス、あ違う、ブリスゴリラ、ブスゴリラ、あブスゴリラ、ブリスゴリラ、真打ち、真打ちゴリラが、のーすごいね、すげえね、ゴリラの真打ち、正しいゴリラの生え方、正しいゴリラの生え方ってなんやねんこれ、意味がわからん、教えてみろって、なんだこれ、なんかあれやな、ルフィ君の正しいパンチの仕方知ってるかってやつになってくるよねこれ。ベラミがこんなに出たらめちゃくちゃ面白いよね。で俺の拳インゴリラパンチ、なんだこれ、なんだこれ、なんかすげえオーバーソウルみたいな感じや、俺の拳インゴリラパンチみたいな、ゴリラパンチだからようわかんないよね。はい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 、でルフィ君は戦おうとしてるけども、今は温存しておけと、でサンジ君と喧嘩をするところに、あらら、はいジンベエさん登場。いやすげえよな、何度も七武海やぜ、七武海が味方になってるってどう考えてもすごいよな。そうかすまん、めっちゃ面白いじゃんこれ、クソ面白いな、いやもう心強すぎじゃないこれ、すげえな。おーで猫太郎、猫太郎についてんじゃん目が、今ヤマトと桃之助が右脳刀ってことは左脳刀とかも出てくるやんな。あーで状況はこれ全部バオファンから、バオファンと、これバオファンの能力だよね、この猫なんやんこれ、なんやんこれ、なんかあや鬼滅地区みたいな感じになってるよね、ユシロくん、ユシウシの実ですかねこれ、ユシウシの実みたいな感じになってるけどね、なんかすげえな、ワノ国に入ってからちょくちょくそういう要素あるね、鬼滅が終わった次の週ぐらいになんだ藤の花出てきたやんね、遊郭付近でさ藤の花出てきたりとか、なんかこういったなんかユシロくんチックなのも出てきたりとか、なんなんでしょうね、なんかあれかな、鬼滅終わってなんか忘れねえぜみたいな、なんかそういったような思いもあったりするのかな、わかんねえけどな、それともまあ単純に罠から被ってくるところもあると思うけどね、ここら辺はユシロくんを思うところもあったりするわけでございますね。とりあえずバオファンの能力はユシウシの実ということでユシウシの実ということでね、はいはい、桃之助君、あらら桃之助君をここから狙っていくというそういった流れになるわけでございますね。あで海賊たちは別の目的があると、なんでこんなことが起きているのか、まあ、侍たちの、はい、目的はもう分かっている、じゃあ海賊たちはじゃあ何なのかっていうことでね、そこら辺は考えていると。でおーおー忍ちゃんやべえじゃん、佐々木からの、おー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 、あれこいつ見覚えあんなこいつ、なんかどっかいたなこいつ、どっかいたな、このなんかカメが下半身から出てますもんね、これ狙ってますやんねこれ、小田先生これ狙ってますやんねこれ、カメが生えてますけども狙ってますやんねこれ出てますね、すごいね、武装色効果すんのかな、そこら辺がカッ楽しいわなぁ。あー、ねえ、あー、あー。おー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 、やべえじゃん。110回続団、装甲部隊。あー、でもめっちゃなんか、クイーンみたいな感じになったな、佐々木。やば。すげえ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 。あ、めっちゃかっこいいな、佐々木。邪魔じゃない。コウジ君のために僕は戦うんだ。いいですね、ヤマト。いいですね。あー、で、ところ変わって、ドーム屋上。お、めっちゃ切られてんじゃん。カイドウ。もう鼻の中入っちゃえ。もう切ってバババッと中に入っちゃいなよ。首を切らなあかん。そうだそうだ。切っちゃえ。じゃないと、鬼は死なんぞ。首を切らないと。鬼ちゃうか。鬼ちゃうか。ああ、ダメじゃん。ほおずきにおでんの影を見た。別に殺されてやってもよかった。
傷がうずくたびに思い出すんだ。だがお前らはやはりおでんじゃなかった。あんな怪物侍はもう現れねえ。これやばいね、やばいね。起き上がっていったね。浅いんだよ。そんな力じゃあの時の傷は開きもしねえ。お前らじゃ無理だ。めちゃくちゃやばいねこれ。でなんか吸ってはーい腕吐き出して、おーあー腕うそー、あーあーらららら、おきくの刀と左手が肩ごと行ってる。うそ、これはひどいね、ひどいね、マジか。かまいたち、これはやばいね。カイドウの新たな技がここで出てきつつ、かまいたちはやばいね。次週救済なし、次週救済なし、空作一撃、終了ということで、ナイルです終わる。そういう感じね。大きくやばいです。はい、大きく相当やばいです。なんでしょうね、今回のワンピースだいぶ盛り上がる感じで始まっていきましたけど、どういうことでしょうねこれ。うん、なんか相当いい感じにね、祭りな感じで今レンチャンで盛り上がってきてるからさ、カイドウを吹き飛ばしてみたいな、ワノ国の夢言うて言ってる時にこれはやばいよね。はい、いろいろと思うところはあるので、また次の動画でお話をしていきたいと思います。ちょっとなえるで座る。はい、そんな感じでね、また次の動画でね、もろもろとお話ししていきたいなと思います。今回はこの辺で終了していきましょう。最後になります、グッドボタン、チャンネル登録ボタン、通知ボタン忘れなくでございます。あと D 社チャンネルも今盛り上がっているので、 D 社チャンネルもよろしくお願いいたします。 OK ですか。そんな感じで最後になります、じゃんけんタイムいきましょう。最初はグー、インガザラシットでグーでした。また次回お会いしましょう。 See you next time!